オルトリガム男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。エドワード・グリックは、ケニア総督や崇密顧問官を務めた保守党の政治家で、1945年、イギリス総選挙で労働党が勝利したことを機会に、政界を引退した。彼は、その引退時の1945年8月1日に、連合王国貴族として、 グロスター州トーマートーンのオルトリナム男爵に助爵された。彼の後は、その息子であるジョンが爵位を継承した。二代男爵ジョンは、作家兼政治家として活動した。彼は、爵位一大放棄を認める1963年貴族法が成立すると、直ちにその権利を行使して、爵位一大放棄した二人目の世襲貴族となった。彼には、 養子の息子が二人いたが獅子でなかったため、爵位は弟であるアンソニーが相続した。三代男爵、アンソニーの息子であるエドワードが2020年現在、オルトリナム男爵家元当主である。法廷推定相続人は、元当主の息子であるエドワード・ローレンス・ダンダスド・ミラモント・グリック閣下。二代男爵ジョンは、爵位一大放棄に関して、 肩書きをまた変えるのは面倒だったが、義務として放棄しなければと感じた。と10回したという、ありがとうございます。